はい、じゃあ続きやっていこうか。この本田村の下のところがもう終わったんで、北東の廃れた神社、北東こっちかな、神社なんかあんの、北東北、あ、これかな、え、これ廃れてんの、そこって多分違うよな。北東っつったらでもこっち方面よな。あれか。宝箱通ってここで。ただいま。宝箱通ってこうで。タイアンさんいらっしゃい。おね。任せてください。騎士の風格に気をつけます。えっ。た。やっ。うん。クラウナほいで岩の重さは安心、運命の共栄、行け逃がさない、おっと判決を下す、終わった、たまでたまで、よいしょ、任せてください、運命は水面に映るのです、瞬く間に、で宝箱はいただく、もらうでもらう、でどこだっけ、それか、多分これ幽霊がおる、幽霊おるね、明らかに幽霊おるね、透けとんな、人形、あ、透けてるわけないの、やつ、え、怖っ、急がないと、透けとるやん、幽霊やん、あれは幽霊なんや、人、あ、人影か謎の人形って書いてあるんだと思った、人影な、うう、怖い、なんじゃここは、あ、ここさっきのあれか、ダメージ食らえとこへんな、これ、なんもないんだか、敵だけおるな、絶対こいつ関係ないな、陣営のごとく、火炎よ燃やし尽くせ、いや、いい感じに飛んだな今の、メイカの礼儀に気をつけます、
の重さは安心できます。運命よ、ここにいてよ。運命よ、瞬く間に我が剣よ、影に従え。それはええんじゃけど、ないけどな。わからん。お。音玉を持って沈め物をここに封印する。御霊違う、恩霊四魂巴には三十。いや、むずい。四巴には三。こんにちはさん、いらっしゃい。用がないなら出てくんな。お？パターンがあるの？あれ、こいつだけ雷元素ついてないの？陣営のごとく。関係ないの？関係ないのか。行け。いや、ちょ、そっちじゃない。そっちじゃないの？関係ないのか。関係ないのか。全部話しかけていくのかな。なんないよね。はっ、瞬く間に。よっ。急がないと。いや、
てば。なんだろう。この中入ったらダメージ食らうんやな。すごいことになってるの。あれと。上がるんだと思う。これは取っとく。そしてまたなんかアポなしでなんか来てる。宗教の勧誘、宗教の勧誘か住宅展示場よな。これ何？何でもない。あ、今日祝日か。住宅展示場かな。ここも入ってんだ。あ、これさっきんとこ、さっきんとこ。これわからんぞ。あ、これか。任せてください。私の運命を邪推し、瞬く間に。裁きを受けよ。うーっそ。計画が失敗したのか。待て。上がればセーブ。ラジ意識過剰コーディオンな。あーもう関係ないけどすぐでいいよな。
おお。でもここ関係ないよな。あいつ関係ないんか。助けが必要な方がいるはずです。ここはわからんな。殴れるパターンのやつ限られてるね。全部ではないんだ。3と4が3と4という数字が大事になりそうだけど、あれはいけるけどこれはいけないんだね。なんとバチ当たりな。運命の共栄。無礼者は必ず制裁される。任せてください。これでディルク回復しよう。水中玄関行け。よっ。捕獲完了。綺麗にしませんと。のけ。間に合いますね。陛下の意向が我を守る。運命の瞬く間に急がないと逃がさない。よっ。任せてください。騎士の風格に気をつけます。とりあえず置いとこうか。わからんわ。これな。で、これは行っとるから、ここ行こうか。あ、行っとるからじゃない。あれは今できないから。あ、じゃあこれはあれだ。これ向こうの、ようわからんやつだ。リー言えた、これ。あ、じゃあ、今のところ、わかってるやつは行ってる。で、これは勝利の。あれだから、伝説任務だから。あー、分からんな。これはもう調べるしかないな。こいつも当てになんねえし。どうしようかな。ちょっとディルク70、マナさん15か。ちょっと突破できるようにちょっと
動こうかな。とりあえず一段落したな。清泉がいいか。GTT さんおはよう。インサージ了解。参考にしてありがとう。ちゃんと取っとかんと。あとイクサムいるんやな。清泉町か。どこだっけ？あれか。清泉で、マッシュルームね。ちょっと地味だけど、マッシュルーム取っとかんと。できんのんで、14かな。13。揃うかな。12。
結構あるね。5 4 3だから13個見つけてんのか。この辺だけで13個あるってことだ。意外とあるな。思ったよりあるわ。食材もできてますね。あ、これ何？あ、復活系か。復活系はいいや。どういう順番に並べ替えるレア度かな？レア度か。
辺一緒なんだ。料理も大事よな。いざ使わんといけんくなったときにパッとないとね。キノコピザ、いやチーズか、結構コスト高いね。基本拾ったもんで作らんと結構いっちゃうよね。あと2個だな。あのこれ合成できるかな。とりあえずみんな70以上、メインの4人は70以上にしたいんよ。こっちもないんだな。意外とないんだな。意外とないんだな。まああれ揃ったらいけるくらいにしとこうか。ないかな。ここあんまないんよな。マッシュルーム。あんまないね。そういえば風車のところに結構あったっけ。ある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 。風車な、いや上から行こうか。上から行った方が早いか。そこあんの。また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 。あ、待って。よし、これで最低限は揃った。あの素材がないと無理なんで、まあ、あれ待ちね。
で、ノエルさんがバルベリーと、あれか。あれかな。これ、こっち、これ作りすぎてんな。これ分解できればいいのに。これが11あるから、多分こっちにやりすぎてんな。ディルクさんも70になった。モナさんが突破前で、国政さんが64。これはもう経験値待ちだな。赤白45ってなかなかだな。なかなかっすね。素材もやっぱぼちぼち集めておかんといけんのんじゃな。イグサとかも地味に。夜の野外で、夜じゃないとないと思う。ささやきの森とかか。金ないと。こんなもんか。今これすぐ倒せんしな。このまますぐにできん、あ、調べんとわからんやつ。これも調べんとわからんやつ。これ行こうとしたらここに吸い込まれてしまうからむずいむずいやつ。あ、調べて進めてこうかな。疲れましたか。ここで少し休みましょう。今お茶をご用意します。あ、あれがあるわ。え、お砂糖。腕試しを終わらせちゃおう。ちょうどいいや。この辺終わらせたら一回引けるかな。ガチャ一回引けそうな。使ってて楽しいキャラではあるね。これクリアしたからいいのかな。これ
れともう一回行っちゃうだけよね。これ抜けれないのかな。ここでいいか。もう組み合わせでめちゃめちゃ強いね、やっぱ。他のやつどうなんだろう。これでとりあえず原石もらえますので、お試しでもらえるってめちゃめちゃいいよな。これ受け取るか。一回ガチャ引けない。任せてください。何でも私にお任せを。そういえば一回引ける。来い。行け。なあ。なんか。何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。どう。残り時間80秒以内。クリアする。あ、1回でもやればいいってことか。で3まで解放されてますよと。場所を見つけさえすればあと120もらえるな。120もらえるな。まあ、腕試しからやっとこうか。地味だけどな。無強行は手に入ったんだよな。使ってないけどまだ。無駄な努力をやっ。ゴバ！ヒヨ！逃がさないわよ。普通の攻撃当てていくとあれが溜まっていくから行くから、銃撃で出すといいってことね。諦めなさい。その命いただいたわ。いや。降参しなさい。ビリビリさせないとね。さようなら。あ、どこ行った。取るに足らないわ。降参しなさい。まだ行った。諦めなさい。いや、ここで飛び道具系が防げるってことになってる。やるわね。さようなら。無駄な努力をやめたら。降参しなさい。熱々でしょ。話が通じないなら取るに足らないわ。やみつきにならないでね。
なるほど。これ対しこれを終わらせとこう。あと2個かな。円比と銃運。円比も手に入っとんか。行幸意外だったな。星4で出るとは。なんか、なんていうの、ストーリー的に星5くらいの位置づけなんかなと思ってたな。意外とそういうわけではなかった。こいつは全くわかんない。全く使ったことないし、なんか見たこともないよ。なんか見たこともない。別にこいつを使いたいみたいなのは特にないな。強いんかな。まあでもどの機関も使いようによっちゃ強いよな。結果な。なんかこのゲームのいいとこは星4だからといって全く使えないみたいなことではないっていうのがいいよね。もどうなんだろう。なんかまだ国政さんとかその辺と同じような時期に出たような気がするから、ほぼ使ってないんだよね。下がれ。トン。いや、ほれ。あ、そこだ。よ。いや、トン。短所鉄拳。範囲ダメージ。さあ、くらえ。そこだ。くらえ。そこだ。燃えよ。よっ、はあ。ほれ。そこだ。いや、は。行くぞ。炎軍の剣。よっ、はあ。もう。トン、ほれ。砲器系の炎っていう意味ではもうそれだけでまあ価値はあるのか。 いいよね、炎で砲器っていうのはね。なんか普通の炎系でもさ、普通にこう殴る系のあの武器の場合、だって元素攻撃をやんないと、元素攻撃をやらないと元素攻撃にならないじゃん。砲器系だと通常の攻撃で元素をね、付着できるから。そこはいいよね。OK。とりあえず腕試しは終わった。
パッと飛べんのかな。そこに行けと。ちょい戦ってみようか。強いかな。てか弓矢のやつとか入れとった方がいいかな。そっちね。とりあえずあの手前のやつは普通にやろうか。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。なかなかやるな。さばきを受けよ。任せてください。助けが必要な方がいるはず。僕は食わない。いけ。なかなかやるな。迷う。奪ってやる。小僧は刀の錆びた。メイドの礼儀に気をつけます。早いか。やっ。岩の重さは安心できます。やっ。刀の錆びとなれ。やはりダメだった。任せてください。ウーランには逆らえません。水中陣営のごとく逃がさぬ。やはりダメだった。いけた。宝箱を多分普通に大丈夫ね。岩の重さは安心。これでどうだ。判決を下す。これで間に合いますね。綺麗にしませんと。運命よ、行け。やっ、ほっ、やはり、やーっ、ダメだったか。オッケーとして、このあれか。一応入れとこうか。一応じゃあモナさんとこにリュウナ狩り開始。あ、こいつはもう突破してんのか。やべ、3のやつやった。これ3のやつ装備したのか。4装備し、4装備しや。加減
あ、これと交換しとこうか。いいかな、これでいいかな。そうね、こっち育てたかったな。生物が弱い。こいつって何基準よ。ヒットポイントか。ヒットポイントを取得的に、ダメージ吸収量はヒットポイント上限によって決まる。ヒットポイントね。ポイント系のとりあえずない。あ、まあ、これ自体がまあヒットポイント、大きいところはヒットポイントなのか。じゃあまあ、まあ亡命者で4.7 と215はどっちが大きいんかかな。亡命者はあのカップなんだ。ないね、ないかな。とりあえず違うのを育てとこうかな。ちょっとマニアック系のやつを一応装備させといて、で後で使うってなった時にすぐ使えるようにだけしとこうか。4にしてモラが足りません。これで挑むか。ちょっとやっぱ弓のやついないと怖いからな。あ、一応かなと。ちょっとデータ取ってから。そうね、データ取ってくるね。16660
この位置が395です。同節は6、435052、4913、昇格マイナス26845、降格マイナス8253。じゃあちょっと挑むか。え、ここん、これじゃないのかな。あ、上に行けるってこと？これか。そういうことか。あ、そういう感じなんだ。そういう入り方なんだ。おー、行け。任せてください。岩の重さ陣営のごとく。やっ、おーわ、とりあえず一回出せんと。パターンが分からんからむずいな。ちょっと戦いながらどんな感じで攻撃してくるかを見ていこう。1発目、これとこれは使っとこう。よっ、任せてください。やっ、紅茶ケーキ。またたく間に裁きを。さっき何が何か分からんな。これ式のこと危ない。戦場のお掃除の時間です。やっ、これで間に合いますね。岩の重さは安心できます。やっ、あれ、これダメなんか。危ないね。綺麗にしませんと。えっ、おーやっ、いけ。逃がさない。攻撃してやがんだな、こいつら。岩の重さは安心できます。危ない。服が汚れてしまいましたね。任せてください。瞬く間に。これ関係ないんだ。やっほっ、はっ、やっ、やば、わからんな。行け。
火炎よ、燃やし尽くせ。待て、出ない出ない。ないのか、こいつを殴らなきゃいけんのか。あいつ以外はダメってこと。判決を下す。普通に強いんだけど、偵察者、こいつか。またかく間に。逃がさない。きれいにしませんと。陣営のごとく。裁きを受けよ。
間に健康よ、世の乱れを切り尽くせ。火炎よ、燃やし尽くせ。ヒロなら特製ドリンクにゃ。陣営のごとく任せてください。裁きを受けよ。行け。逃がさない。よー陣営。騎士の風格に気をつけます。必要な方がいるはずです。岩の重さは安心できます。ふん。どこ？いつか。判決を下す。行け。私を甘く見ないで。作戦を立て直す必要があるわ。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。違う、危ない。岩の重さは安心できます。火炎よ、燃やし尽くせ。いや激しい。馬に逃がさない。裁きを受けよ。またどれだ。あ、出てこなかった。
判決を下す。戦場のお掃除の時間です。岩の重さは安心できます。それはな。いるはずです。任せてください。火炎よ、燃やし尽くせ。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。きれいにしませんと。またか。あ、びっくりした。助けが必要な方がいるはずです。うわ、待って。あぶね。あぶな。キーさん、キーさん、キダンさんいらっしゃい。危な。T4 プロではゲーム自体の起動はできないことが分かります。ゲームに入った後コントローラーを使ってゲームの操作ができます。なるほど。ゲーム自体の起動は手動でやって、でそれからコントローラーを接続すると。そういうことか。強いぞ。お、待て待て、近い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 。あれ、え、嘘じゃろ、嘘やろ、嘘やろ、嘘やろ、え、嘘じゃろ。うっそー。いや、それはないわ。え、何のための場所。うーわ、きつ。だる。だる。マジ？めっちゃかかったで、今俺。うーわ。いや、それはちょっときついよね。てか、こんな料理あるんだ。これなんだっけ。こんなんあったな。作れるようになってたんだ。スイッチのプロコンではスイッチライトの起動ができたんだ。ああ、なるほど。じゃあまあサブキー、サブコントローラーとしてまあ優秀くらいの、メインはとしてはちょっとまあ一個機能が足りんかなっていうくらいか。なるほどな。まあ本当熱盛のサブ動かすくらいだったらちょうどいいな。岩の重さは安心できます。行け。さばきを受けよ。いや、参ったなこれ。これってあいつか。綺麗にしませんと。陣営のごとく。よっ。はっ。
能も。行け。間違えた。間違えた。任せてください。うわ、シールとか一瞬で解けるんだけど。そうですね、サブ的に使えます。なるほど。プロコン買っとってよかったね。ほんまに。意外とその一手間がめんどくさかったりするもんな。コントローラーでつけれるのっていいよね。あるやつしか多分関係ないんだよね、これ。岩の重さは安心できます。あいつ以外多分関係ないんだよ。行け。裁きを受けよ。これで間に合いますね。壊されてんな。判決を下す。行け。我が剣よ、影に従え。
瞬く間に。綺麗にしませんと。点狙った方がでもいいのかな結果。強い。はい、買ってよかったです。4時半ですね。そろそろ婚活始めようかな。どういうこと？婚活？あのコントローラー活動ってこと？そういう言葉があるの？コントローラーになれる作業ってことね。ハッピーも福引きもコイン集めたので婚活です。すごい余裕やな今週、うん、コントローラー大事だね。慣れるとやっぱこうゲーム内では極力こう不要なストレスもかからんようにやりたいもん。やっば。岩の重さは安心できます。やっ。やっ。うん。捕まえたにゃ。反省しなさい、酔っ払いさん。やっ。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。あれ急がないと。裁きを受けよ。行け。いやー長え長え。一回リセットされたのが痛いな。コントローラーすごいなと見てました。コントローラーコントローラーいいよね。あーない。待て、あんまり端っこに行くとまたリセットされるから。欲しい、これ。こいつら意味ないんだろう。
またかく、たまたまよ。任せてください。メイドの礼儀に気をつけます。いや、出れんで。こいつ綺麗にしませんと。陣営のごとく、我が剣よ、影に従え。お前じゃないっす。色なら特製料理火炎よ、燃やし尽くせ。ふっ、瞬く間に。よっ、行こうよ。ふっ、ほっ、ああ。判決を下す。強くせこいつか。じゃあ毎回違うんだな。綺麗にしませんとは。またかく間に。いや、出ない出ない。危なかった今。任せてください。えい。
判決を下す畜生。もうつらい、もうつらい。絶対に死にたくない。こいつか。綺麗にしませんと。作戦を立て直すし、騎士の風格に気をつけます。はっ、ちょっと待って待って待って、決勝決勝。いや、あ、岩の重さは安心できます。これで間に合います。危ないよ。もうちょいだぞ。いやー、激しかったなぁ。激しかったですね。なるほど、これでまあ追加されるわけか。今のこいつとも多分今後多分これで普通に戦えるようになるんだろう。そういうことっすよね。ボスのとこにカウントされるんですよ。これだな、工場からくじ引き。工場でいいんかな、読み方。いやー、無双の炎もあるんだ。ほほー、これはボスを倒すと確率獲得。別にこれでなんかお知らせみたいなことか。これ始まったよっていうことか。なんだこれよね、これ今クリアしたやつよね。こっからは普通には出られんのかな。あ、出られんくなってる。出れんのか。じゃあワープで、いや、ここはワンチャンなの。
で登ったところで的な感じでもあるんだろうけど。ここから上がれない？あ、上がれなくなってるわ。そこも無理なんかな。渦巻いとるわ。じゃあ出ようか。なるほど。ああ、こっからこういう色なの？なんか飛んでここに飛んだんだよね今ね。ウェブポートそこにあるままなんだ。あのセーブポイント行っとこうか。セーブポイントじゃない。なんでいつもセーブポイントって言ってしまうんだろう。ワープポイント。だいぶパターン分かったわ。あれか。え？あんなところに。結構遠いな。あの割と歩けるな。割と浅瀬なんだ。あーで、とりあえずここ。あの上ってこと？通り過ぎてた。え？なくな、あれかな。ん？なくない？セーブポイントないよね。絶対ないと思うんだけど。
できんぞこれ。上から来る用のものなのかな。向こう側行ってみようか。これ何？この辺何もないんだけど、何なんかな？なんで何もないとこにマークがあるのかな？船が沈んでる。やばそう。あ、そこも結界。あ、宝箱あんの。ウェーブボートで攻撃すればよかったのか。岩の重さは安心できます。メイドの礼儀に気をつけます。綺麗にしませんと。あれ、ヒルチャージは。瞬く間に、判決を下す。そのヒルチャージはこいつがやったってことか。チャージがやられとる。めっちゃ出てくる。どういうことなんだろうこれ。地下に何かあったりするのかな。ちょっとよくわからんけど、こっち方面行ってみようか。なんでそうなる。こっち方面行ってみようか。あ、ちょっとその前にあの発見待ちのとこ行ってみようか。船旅じゃ。あ、
ライデン将軍だっけ、あのなんかクソ強かったやつ、あれちょっとかかっちゃうもんね。命を捨てに来たか。岩の重さは安心できます。戦場のお掃除の時間です。これで間に合いますね。はっはっ、刀の助けが必要な方がいる。陣営のごとく、我が剣よ、影に従え。サビとなれ。綺麗にしま、判決を下す。シールドが割と簡単に破られるのは何なんだろう。こいつらの攻撃力が凄まじいのか。無駄な時間を過ごしてると仕事が終わらないわよ。まだ行けないとこないよ、ね、大丈夫かな。てかめっちゃ回らねえけんな、これこっちから行こうか。絶対そっちの方が早いな。でそこのボートポイントも解放しとこう。ライデン将軍強いからな、まだちょっと時間かかるだろうな。あれはそうか、出れないんだこれ。うわ、これ手紙先に言っとくべきだった。マジ無駄。どうなんの、こっからで、ここからここに行こうとして無理だったから、こっち行けんのかな。待って、言われるかな。可能性あるな。
こ暑いなと思ったらエアコンのスイッチ入ってませんでしたそれは暑いな。命を捨てに来た。これでどうだ。危うい。火炎よ、燃やし尽くせ。反省しなさいよ。メイドの礼儀に気をつけます。きれいにしませんと。ここまで。たっ。やっ。やっ。自衛のごとく。はっ。やっ。やっ。逃がさない。ふん。はっ。やっ。な。締め切ってエアコン5時間ついてると思って過ごしてましたそれはちょっとあれだな。5時間は相当暑いだろ。それは相当暑くない。こんなもんかなと思った。こんなもんかと思った。やっぱエアコンつけてたもちょっと暑い時あるよね。確かにつけてるけどちょっと暑いなみたいな。ドア閉め切って5時間耐えれるならあんまりつけなくても大丈夫なんじゃないのさ割と大丈夫だったね。アマキンと受けよ。戦場のお掃除の時間です。隣の部屋、今からの冷風が来てたので気がつくのを遅れてベランダを閉め切ってます。なるほど。あ、近くの部屋から来とったから割と良かったの。なるほどね。それは、それなら急がないとあるな。うわ、これ嫌がらせやん、こんなん。あれ、これさあ、あれで入れるんかな。でもあれないんだな。どういう、どういうこと？あ、ちょっと待って、こう泳げなくない？死ぬよね、これ多分。こう死ぬと思うんよ。集める前に死ぬよね、これ。これつけて速攻であれ乗っていくみたいなことなんだろうね、多分。根性でいけんのかな。あ、ちょっと待ってん根性でいけるかな、あれ。お、あれ、これでいけるか。
これで。いけ。あ。これで入れるんじゃね。ほら来た。ほら来た。これはどういうこと？これはどういうこと？これはもう何でもない、どうもなんない。うん、ああいうこっちゃね、ああいうこっちゃね。じゃあこれをこの下のところに。あれどっから来たっけ？あ、こっちか。こうやっといて。データ取るんやけど。ね、168331683、この1時間173、同節7はありがたい同節7ならありがたいけどポイントが上がってない。43805、25300、昇格マイナス26972、降格マイナス8467。2時間たんで1回切ってすぐ立ち上げ直します。